東洋史は東洋を広く扱った歴史であり、東洋学の歴史分野のことであり、東洋史学とも称される。ヨーロッパ語の東洋史の訳語であり、現在の日本語の慣例では概ねマグリブから日本にかけての北、アフリカ、ユーラシア大陸及び周辺諸島の歴史を扱う。日本における東洋史の概念は帝国時代に成立したと目されている。ヨーロッパに習った、 高等教育機関の設置の際、歴史学の分野は、国史、東洋史、西洋史の3部門に分けられた。徳川時代までは、漢学の中で、中国や朝鮮など、東北アジアの歴史研究が行われており、これが、帝国時代になると、近代的大学制度に包含されるときに、東洋史に分類された。ここに、日本における、東洋史の複雑な性格が生まれることになる。 すなわち、ヨーロッパ的意味合いを持つ、東洋史と従来の日本の中国史を中心とする、東、アジア史の複合する歴史分野となったのである。もちろん日本においては、東、アジア史研究の蓄積と人材が圧倒的に分厚く、インドや中央アジア、西アジア、北アフリカについては、第二次世界大戦前までほとんど顧みられることなく、 わずかにヨーロッパにおける研究が移入されるなど、細々と行われたに過ぎなかった。結果的に東洋史とは、中国史を中心とする非西洋、非日本の歴史分野全般を扱うものとなったのである。東京大学と京都大学及び、帝国時代の東方文化学院の東西2カ所の研究所の流れを組む東京大学東洋文化研究所と京都大学人文化学研究所が、 研究の中心となってきた。代表的研究者に、中道代や内藤コナン、白鳥倉吉、桑原実造、羽田通る、宮崎一貞などがいる。資料収集という面では、世界最大規模の東洋学関連資料を持つ、東洋文庫や京都大学人文科学研究所、附属漢字情報研究センターが代表的である。 エドワード・サイードによるオリエンタリズム論の登場以降、東洋という枠組みが問題とされるに従って、日本でも東洋史は自明の存在とはみなされなくなった。従来、東洋史として一括された歴史は、東アジア史、東南アジア史、中央アジア史、西アジア史、北、アフリカ史などの地理的地域史やイスラーム世界史、インド洋世界史、 中央ユーラシア史のような概念的地域史の枠組みへと移行しつつある。もはや、東洋史は学問的枠組みというより、大学における講座や学会名などで伝統的に引き継がれている名称となりつつあると言って、良い。しかしながら、オリエンタリズム的問題点はあるが、日本での東洋史という広い枠組みは、各国史や狭い意味での地域研究へ集中しがちな。 研究者に広い視野を与えたことは積極的に評価できる。中国史を中心とする東洋史研究の訓練を受けつつ、西アジア、中央アジア方面に目を広げた前島信次森正浦は日本の中央アジア史やイスラーム研究の外も言えるべき存在となっている。このように日本の東洋史という枠組みは各国史にとどまらない。 大きなスケールの歴史像の形成に貢献してきた。現在、日本が世界レベルの研究水準を持つ中央アジア史やモンゴル帝国史は漢文資料と同時にペルシャ語やアラビア語資料を用いる必要があるが、これらの資料を同時に扱える研究者が排出されたのも日本における東洋史の複合性が関与していることは明らかである。ありがとうございます。